静岡大学に在籍する先端研究者を紹介するこの番組。今回は学術院工学領域化学バイオ工学系列の二俣博幸先生をご紹介します。研究分野は農学、農芸科学、応用微生物学、微生物生態学、化学、複合化学、エネルギー関連科学としており、現在の研究テーマは微生物生態系の理解、水質浄化に向けた消化脱窒微生物群の解析、陸水系の保全に関する研究、微生物による塩素界転汚染環境の浄化と新規蓄電部材に関する研究です。高校生の皆さん、こんにちは。私は二俣博幸と申しまして、工学部に所属しています。研究分野はここに書いている微生物だったり、これを使った環境浄化とかエネルギー生産、そしてこの環境浄化とかエネルギー生産を担っているその微生物の、集団、微生物の生態って言いますけど、これについて研究をしています。で、微生物とか環境浄化とかって聞くと、農学部のイメージがあるかと思うんですけど、私はさっき申しましたように工学部に所属していまして、その中の化学バイオ工学科っていうところに関わっています。で、ここではですね、受験の科目としては、生物は必修じゃないんですね。で、ここの工学部の化学バイオ工学科では、化学とその数学がとても大事だというふうに考えていますので、化学と数学が大好きで、かつ、微生物バイオにも興味があるっていう学生にぜひですね、来てほしいと思ってます。で、生物はですね、大学に入ってからでも全然、大丈夫ですし、私自身も高校時代は化学と物理をやってまして、大学に入って初めて生物を習って、今その生物バイ微生物を使った研究をしているっていう、そういう立場にいます。で、私の研究をですね、ちょっとずつ紹介していきたいんですけども、これがですね、微生物の、電子顕微鏡の写真になります。で、この微生物はですね、動くことができます。で、これはここにこう見えているこの線みたいに、髪の毛みたいに見えてますけど、これがですね、鞭毛と言われているもので、これを動かすことでですね、この微生物、大きさがだいたい1000分の1ミリぐらいしかないですけど、これがもし車の大きさぐらいあるとすると、時速200キロぐらいでですね、動くことができる微生物もいます。あるいはですね、分裂して増える、そしていろんな物質をですね、認識できます。ここの、頭っていうわけじゃないですけど、先端にちっちゃなセンサーがついていまして、それを認識してですね、そっちの自分が好きなものに向かって進むとか、危険なものを察知して逃げるっていった行動を取ることができます。そしてその、環境中にはですね、実にいろんな微生物がたくさん生息していまして、それをじゃあうまくどう使っていくのかっていうのが私の研究になります。で、研究をもうちょっと続けていくんですけど、紹介続けていきますけど、研究の大きな目的はですね、この自然と人間の共存を何とかしてやっていきたい、そのためにどうしたらいいのかっていうことなんですけど、そのためにこの微生物とか、その微生物の生態、あるいは環境浄化、そして廃棄物処理とエネルギー生産を組み合わせたことをやっています。で、この写真はですね、顕微鏡で水の中の、微生物を見たものなんですけど、こういうふうに緑色に光っているのは微生物なんですね。で、この赤く光っているのはその非常に活性が高い、呼吸をいっぱいしている細胞が赤く染まっています。で、黄色い部分はその緑と赤が重なったものなので、ここは非常にこう活性が高いものがですね、いろいろいるっていうことなんですけど、こういうそのいろんなこう微生物、あるいはいろんな活性を持ったものがいる、微生物の生態系をですね、どう利用していくのかっていうのが、難しいんですけども非常に面白いと思ってやっています。で、これを使ってですね、一つにはこの微生物燃料電池
っていうですね、廃棄物処理とエネルギー生産を同時に行える装置があるんですけど、これについての研究を一つやっています。それと、このですね、環境浄化と保全で、その水をきれいにするだとか汚れた土をきれいにするっていう研究をやっています。そして、こういったこういろんな微生物がいる、この微生物のこう生態系っていうんですけど、これをやっぱり理解したいっていうことで、この微生物同士のですね、相互作用っていうのがあるんですけど、化学物質を介してですね、微生物同士っていうのはこう情報を交換し合っていろいろ刺激し合ってるんですけど、こういう微生物間の相互作用ってどうなってるのかとか、生態系のシステムってそもそも何なんだろうということも研究しています。で、まずですね、この環境浄化と保全っていうことに対してちょっと紹介したいと思います。で、これはですね、現在の環境汚染の特徴なんですけど、非常に強い毒性と難分解性の物質で汚染されているのが特徴で、その場所はですね、土の中とか地下水っていったその、人目につかないところが最近非常に多いです。そして低濃度、環境基準値よりは高いんですけども、低濃度で非常に広範囲、例えば数百メートルとか数キロ四方にわたって汚染が広がっているっていうのが現在の特徴なんですね。で、ここにこう挙げている物質は主にですね、その塩素がくっついている化合物がですね、やっぱり毒性が強くて難分解性と言われています。で、私の研究ではですね、このトリクロロエテンと言われている物質で、こういうふうに塩素がこう3つくっついている物質を、対象としていまして、これがその発がん性があったりだとか、非常に揮発性が高いとか、環境基準値が 30ppb っていうですね、マイクログラムパーリッターって非常に低濃度なんですけども、これを超えたらもう汚染だよっていうぐらい危険な物質なんですね。で、これがですね、こう地下水、工場の配管から漏れ出たりとかして、地下水を通って地下水がですね、こう汲み上げてるんですけども、ここにこうドヨンと黒く見えているものがこのトリクロロエテンなんですね。こういうふうにですね、地下水を汚染しています。で、これをいかにですね、きれいにするかっていうことを一つの実験例をですね、ここで紹介したいんですけども、これがですね、ここにですね、土をですね、ボトルの中に入れてまして、この瓶の中に人工的にですね、TCE をですね、こう添加しているんですね。で、ここで人工的に汚染環境を作るわけです。で、ここでですね、微生物がこう働いてくれれば、この TCE っていう物質が減っていくわけなんですけど、で、この横軸はこの時間です。で、縦軸がこの TCE の濃度になってます。で、このコントロール条件っていうところでは、赤い方がですね、菌を殺している、土の中の菌を全部殺した時の話なんですけど、菌を殺しても殺してなくても結果は変わらない。で、このちょっと減ったように見えてますけど、この分っていうのは、土壌に吸着してしまって見かけ上減ってるように見えてるだけなんですね。ですから何もしないと、汚染物質っていうのは減らないよと、この TCE という物質は減りませんということですね。なので、今度その栄養素をですね、この入れた時にどうなるか、その窒素とかリンとかカリウムっていったものを入れて、微生物を活性化させてみたらどうなるかっていう実験結果ですけど、それでもあんまり減らないねっていうことなんですね。じゃあ次に、そのこのフェノールっていう物質をですね、分解する微生物はTCE を分解することが分かっていますので、これをですね、添加した時にどうなるかってことなんですけども、この 20ppm フェノールっていう濃度を入れてもですね、あんまり減らないんですね。ほとんどこれまでの結果と変わらない。なので、この 20ppm よりも今度その10倍高い 200ppm を入れたらですね、うまくいくんじゃないかと思って、やってみたんですけど、それでもですね、最初うまくいくかなって感じなんですけど、ちょっとこうあんまりうまくいかないねって感じ。
じゃあこの20をですね、こう今度小分けして10回に分けてやってみる。だ入れてる量は200と同じなんですけど、この入れ方を今度変えてみるってことをやってみますと、非常に面白くてですね、こうサクッと全部ゼロまでいってしまったとっていうことでですね、これは微生物生態系のその潜在能力をきちんと引き出すことができた。だから人間側がこうちゃんとしたやり方さえ見つけてあげれれば、汚れた環境でもこうきちんと経営できるっていう、そういう実験結果なんですね。ですから非常にこの微生物の研究っていうのは非常に面白いですし、人間側がこううまくアプローチできる方法を見つけさえすれば、いろんなことができるんじゃないかというふうに考えています。でここまでの話はその環境、汚れた環境をきれいにしましょうという話になったんですけど、次にはその、ゴミからですねエネルギーを作りましょうという話を一つ紹介したいと思います。でなぜそのゴミに着目するのかといいますとですね、これがその2011年ってちょっと古いデータなんですけど、年間日本で6億トンもゴミが出てまして、そのうちの約6割が有機性のゴミなんですね。でこの有機性のゴミっていうのは、まあ、もうほとんど埋め立てられててリサイクルはあまりされてないんですね。でこういったものをうまく利用できないのかっていうことで、微生物燃料電池っていうのが実は、まあ、世界中じゃないですけども多くの国で研究されています。でこれは何かと言いますと、微生物を使って、まあ、有機物、まあ、生ゴミとかそういったゴミからですね直接電気を作り出す装置なんですね。まあ、電池って言ってますけど、まあ、発電機なんですね。でこれはですねこう微生物がここにこうおりまして、でこの中には酸素があんまりない環境なんですけど、でここでその、まあ、ゴミをですね微生物が食べて分解すると、まあ、プロトンと電子が発生します。でこのプロトンはこちら側の正極に到達して、ここに白金があるのでですね、白金の触媒作用で酸素と水素と電子が反応して水ができるんですけど、ここで電子が消費されるので、まあ、電流がこう電子が動くことで電流が発生して、まあ、電池発電機という役割をするんですね。でこの研究をですねもっといい電池作れないのか、もっとこう電気をたくさん発生できないのかという研究をやっているんですけど、まあ、私たちはこういうですね手のひらサイズの非常に36ミリリットルサイズのものをですね自分たちで作って、学生が設計してですねいろいろ研究を進めています。で非常に面白いことにですね、微生物燃料電池はですねまあ、いろんな条件で良くなったりも悪くなったりするんですけど、ここで一つ紹介したいのはこの外部抵抗、まあ、抵抗値ですねを、まあ、10オームっていう場合と1000オームっていう2種類と作りまして、それぞれどんな性能になるかっていうのを調べた実験結果になります。でここで一番こう皆さん違いがどこかって言われると、多分ここがですね非常にこうここだけ電流値が非常に高くなっているので、じゃあここ一体何が起きたんだろうと、じゃあここの微生物を取ってきて調べてみたら面白いんじゃないかということで、それをちょっとやってみました。で実際微生物どんなふうにくっついてるのかっていうと、これがその電子顕微鏡の写真なんですけど、こういうふうに電極状にですねここにこう見えてるのが、これ全部微生物のこう細胞になります。こういう形でですね電極状に微生物がこう生息しているんですね。ここからこう微生物を取ってきて、培養してみました。そうするとですねここの左上の写真はこの微生物を取ってきた時の写真になります。でここから微生物を培養してみるとですね、こういう何かこう黒い物質をですね、まあ、作る微生物が見つかったんですね。でこれ乾燥してみるとなんかこういう砂鉄みたいな砂粒みたいなものですし、これもこう特別な顕微鏡で見ると、まあ、こういうなんか形をしているってことが分かりました。でこれをですね微生物燃料電池に
添加してみました。この赤い方は添加していない今までの、普通の燃料電池、微生物燃料電池で、この水色の方がこの先ほどの黒い物質を入れた方なんですけど、まあ、こういうふうにですね、発電量が100倍ほどですね増加したっていうことが分かりました。でこの物質を普通の顕微鏡で見てみると、こういう平べったいような構造をしていまして、何か折りたたまれているようにも見えます。でこれをいろんな解析をしてみますと、これは微生物が生産に関与しているということはもう分かってまして、もう一つ面白いことは、これが電気を蓄えることができる、新規の物質だってことが分かりました。でこれ非常に面白いことなんですけども、分からないことがまだいっぱいありまして、どんな微生物でこれ作ってるのかとか、この作るメカニズムは一体どうなってるのとかですね、その電気蓄えるっていうけどどんなメカニズムで、蓄えてるのか、あるいはもっといいものを作るにはどうしたらいいのかっていうことが分かっていません。だから今はこの部分をですね、知りたいと思って研究を進めているところです。で高校生の皆さんにぜひ伝えたいことはですね、研究室っていう、研究っていうのはとても楽しいものです。でいつもですね、こう実験と研究っていうのはこう大変なんだけど非常にこう面白いものなので、特に理系の人はですね、これいう世界に入ってワクワクしてほしいと思います。そして社会をですね変えられるっていうのはその研究と技術ですので、こういう思いでですね、私は研究をやっていますし、皆さんも、こういう思いでですね、ぜひ大学に進学してほしいなというふうに思っています。